どうもタブヤンです。探偵神宮寺三郎、時の過ぎゆくままに続きやっていきたいと思います。純子ちゃんと飲みに来ました。さあ話を聞きましょうか。信子のこと、母のこと、もっと楽しそうなお話にしません？ちょっとドキドキするじゃないか。店のこと、いいところね。ブザーのこと、もっと楽しそうなお話にしません？ふぅ、タバコ吸うか。俺に隠し事をしているらしいが、全然話してくれないから飲み物飲もう。俺はブランデーをもらおうかな。じゃあ私モスコミュール。もう一杯ブランデーを。じゃあ私ジンドライ。じゃあ純子ブルーハワイ。やだ、酔っちゃったみたい。3倍でブランデーをシングルで。探偵さん強いのね。純子パス。誰の嘘？あのエイジがついた嘘。いいじゃない、誰だって嘘をつくことはあるもの。酔っ払ってるのかな。純子本当はブザーの止め方知ってるの？そうなの？じゃあなぜ嘘ついた？どうして嘘をついたかですって。ああまた話さなくなっちゃった。もう酒でも飲むか。酒しか飲むことないぞ。探偵さん強いのね。純子パス。もうこれ以上は飲まないみたいですね。タクシーでも呼びますか。タバコ吸うか酒飲むか。やはり純子は嘘をついていたか。しかし何のために。お、忘れるところだった。信子の嘘とは何だ。もう少し酔わせて聞き出すか。お主も悪よの。じゃあ私ね、探偵さん選んでくれる。あ、いいよ。ブランデースクリュードライバーロンリココーラ。ロンリコって何？わからないな。スクリュードライバーにしとくか。わあ、おしゃれ。おいしい。飲み足りないか。ダメだ、女ってめんどくさいね。あら、タバコのこういう使い方もあるんだ。何か見せるタバコ。一度くらいタバコを吸ってもいいのかな。いいんじゃないか。うわ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 、若者にタバコを勧めるって、やだ、美味しくない。なんかすごく酔ったみたい。あ、そう、酔いが回ったのか。じゃあそろそろお母さんのこと聞かせてくれるかな。あー、お母さん。もうハイになってますよ。そろそろ、実はお母さん昨日の夜11時頃にこっそり出かけていったの。そして朝の4時くらいまで帰ってこなかった。なんてことだ。そうなのか。
私お母さんがわからない。というわけだ。それで？え？それだけか？それだけだ。信用できんな、若い娘を酔わせて。まあいいだろう。結局のところグレーだな。ブザーの止め方を知らないのはエイジだけということか。それからノブコは家にいなかった。時間的に見ると絵を持ち出した張本人である可能性もあるわけだ。依頼人が犯人でないという保証はどこにもないからな。でどうしたんだ。その日の出来事はそれだけだ。夜にはケンイチが俺のベッドで眠った。ケンちゃんね。ズタはベッドの足元で丸まっていた。俺は仕方なくソファーで眠った。ソファーの上で俺はなかなか眠ることができずにいた。夜が明ける頃俺はやっと眠りについた。しかしその眠りも長く続きしなかった。ケンイチが起きてきた。子供は早起きだからな。ああ俺はソファーをケンイチとズタに明け渡しベッドに潜り込んだ。少し眠ろうと思ったのだが、電話か。わしだ、ゴーゾーだ。仕事の方はどうなっとる。朝のうちに報告に来い、待ってるからな。やれやれ、行きますか。ケンちゃん、ズタ、待っててね。いやー、二日酔いだな、こりゃ。報告しましょうか、親分に。経過を説明した。依頼主である信子までもが俺に嘘をついている。なかなか苦労しているようだな。人事みたいに。どう思いますか、その親分、嘘については。仕方ないのかもしれんな。仕方ない。何か知ってるのか。のこと少しは進展があったみてえだな。親分なんか隠してるよね。タバコ吸おうか。やったけど脅すしかないかな。脅してもわしは何も知らん。ただ人は誰でも嘘をつく。自分や愛する者を守るために。自分の愛する者、凌介旦那のことかな。生きていく上では仕方のないことかもしれん。嘘をつかない者を探して調べるしかなかろう。まあ、ゆっくりタバコでも吸って考えてみるんだな。操作してもらいますぜ。ん？気がつかない。オイル切れか。このマッチを使え。嘘をつかないもの、一体何なんだ？嘘をつかないものっていうのは、この世に嘘をつかないやつなどいるものか。人間ではないということか。それを何とかするのがお前の仕事だろうが。そうなのか。あ、マッチってあるよ。バーヨシエという店のマッチだ。ヨシエ、そうい
えば信子はその店のママ、よしえと一緒に働いていたことがあったな。え？そうなの？よしえ、あ、よしえはないな。え？もう一回見せるか、マッチ。そのよしえの場所を教えてくれない？店じまいした。なのか、事件に関係あるのか。雇われママだったヨシエがどこにいるかわしは知らんぞ。ふぅ、まいったな。ヨシエを調べに行けばいいのかな。ちょっと待て、これでも持っていけ。重い段ボール受け取った。なんだダンボール。ダンボール調べよう。重い。それだけ？なんだそれ。マッチをみんなに見せていけばいいのかな。若い衆。おお、嘘。これ名もなき若い衆が。そういえばその店のママさんだったヨシエって女が親分に金を借りに来たことがあったぜ。そうなのか。あ、でも新しい店を作るんでスポンサーを探してたらしい。最近のことか。親分は断ったけどよ。スポンサー、それだけではわからんな。とりあえずこの段ボールの中身を調べに戻ろうか。さあ戻ってきた、けんちゃん。ダンボール開けた。中には新聞紙が詰まっていた。新聞、ごく普通のものだ。は？なんだろう。新聞を取る。他には何か入ってないのか。これはカミューじゃないか。6本も入ってる。さすが豪蔵親分、俺の好きな酒を覚えていてくれたか。カミュー取る、俺のものだ。いや、そんな酒飲んでる場合じゃないからね。陽子さんはいないのかな。出かけてるのか。じゃあタバコ吸って自分で考えようか。あ、音楽変わった。俺が今までに集めた証言は全部細川家の3人から集めたものだ。そうだね、信子、栄治、純子。だが豪蔵親分の言うようにそれは全て嘘かもしれない。信子は信用できないよね。純子も酔っ払うまで嘘をついてた。栄治は純子のことをかばって嘘ついてた。人は誰でも嘘をつく。自分や愛するものを守るためか。誰の証言を聞けばいいんだ。ん？純子、信子、栄治あたりの人。だから純子、信子、栄治は嘘をつくんでしょ？あたりの人って。時間かかりそうだな。あたりの人、事件に関係ないなら嘘をつく必要はないな。そうだね、他にも嘘をつかないものがありそうだな。なんだろう、嘘をつかないもの。盗まれた絵、スクーター、ズタ、額縁の一部。あのズタもね、餌食べるためには嘘ついたりするかもしれないね。生き物だからね。嘘
嘘はつかない。まあ、額縁の一部が証拠だよね。盗まれた絵は嘘つかないかもしれないけど、どこにあるかわからないしね。スクーターは全然今関係ないよね。 D かな。当たった。証拠は嘘をつかない、要するに証拠のことだね。今のところこれが唯一の証拠。ここから何かわかるかもしれない。唯一の証拠を調べましょうか。じゃあどこ行った持ち物か。これ調べるしかないんだ。これ盗まれた絵についていた額縁だ。だが壊れている。これは重要なことだろうか。まあ重要だね。なぜ壊れたか、いつどこで誰が。最初から壊れていた。犯人が壊した。それは分からないんじゃないのかな。でも犯人が壊したっていうことかな。しかしなぜだ。ブザーを止めるため、絵だけを取るため。額縁は必要ないもんね。絵だけを取るためかもしれない。しかし絵を取るだけなら何も額縁を壊さなくても。絵に傷をつけたら大変だしな。そうだね。犯人はよほど慌てていたのか。それはなぜ。ブザーが鳴っていたから。そうかもしれないね。そうか、犯人はブザーの止め方を知らなかったのだ。おー、だから壊すしかなかったということになる。しかしそれは想像に過ぎない。そうだよね。ブザーが鳴ったままだったらエイジが犯人なんだよね。ブザーが鳴ったかどうかきちんとした証言が必要だ。隣の家の人とかに聞いたらいいんじゃないのかな。細川家の人々、陽子、あたりの人。だから隣の家の人だよね。なぜ陽子さんに聞くんだよ。そうだ、第三者からの客観的な証言がどうしても必要だ。聞き込みだ。よし行こう。細川の家。周り見る。あれ、聞き込みできないじゃん。呼ぶ。あたりの周りの人。あれ、できない。ちょっと待って。タバコ吸おうか。周り見る。人通りないのか。中に入るか。あ、誰かいるか。返事はない。こんななんかブザーとかあるセキュリティしっかりしたとこなのになんで入れるんだ。いや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 、戸締まりしっかりしろよ、しようよね。警報なってもおかしくないよね、タバコ。あ、そうか、置物取ってブザーわざと鳴らせて、で周りの隣の家の人に聞いたりしたらいいんじゃない。また音でかいんだよねこれ。外に出よう。あ、外でも聞こえる。ちょっと誰、ブザーつけっぱなしにしてるのは。ご近所に恥ずかしいじゃないの。
かし、ヤズイマが集まってきたぞ。よし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 。あたりの人。ブザーのこと。知らんよ、人騒がせな。あたりの人というより、隣の家行ったらいいのにね、神宮寺も。いかん。近所の人間には秘密にしなければ。あ、そうか。あ、ヤジマたちを見回した。ブザーが鳴り止んだため、一人また一人とどこかへ行ってしまう。関係ないだろ。しんどい。タバコ吸おうか。話を聞いておかなければ。いや、どうやって？呼ぶ。あたりの人。ヤジマの一人が立ち止まった。何か？おお、いいね。あんたは近所のもの。おお、いいじゃないか。ブザーのこと。ブザー？今あんたが鳴らしてたのと同じ音の？そうです、そうです。それなら一昨日の夜かな、鳴ってたね。知ってる？一昨日の夜。はい。あれってきっと純子ちゃんが鳴らしたんだよ。え、なんでそんなことわかるの？知ってるでしょ、純子ちゃん。別に見たわけじゃないけど、でもあの夜ブザーは確かになってたよ。時間は11時から12時。おお、正確な時間がわからないのは普通ですよね。スクーターのエンジンの音が聞こえた。純子の。そして2つの音は一緒に遠ざかっていったんだ。どういうことだ。2つの音が一緒に遠ざかっていった。あー、スクーターだから。うわ、ちょっと喋りすぎたな。なんといってもご近所の秘密だからね。じゃあ失礼。どうやら純子のスクーターも関係あるらしいということだな。しかしブザーが鳴ったってことは、ブザーの止め方を知らないエイジの仕業という証明じゃないのか。あー、でもね、もっと突き詰めるとブザーの止め方を知ってるけどわざと止めないっていうこともできるよね。選べるんだよね、ブザーを止めることを知ってる人は。そうだよね。エイジに罪をなすりつけるため。想像の息が出ないね、もうこの推理。客観的な事実だけはそういうことか。実なっていたということだよね。大きくメモしとこう。なっていた。で、スクーターが出てったっていうのは事実なんだよね。スクーターに誰が乗ってるかっていうのはまだわからないよね。わしなら信子のその夜の行動をきちんと洗ってみるぞ。そのための手がかりの目星もわしにはついてるし。手がかりの目星？スクーターのことですか？そうしたんだろ？ああ。疑わしいことをそのまま放っておくようでは探偵失格だからな。しかし楽なことではなかった。さあ早く続きを。さあスクーター調べよう。これは純子のものだ。それだけ？あとは額縁とマッチだね。
話はじれったくていかん。そのマッチで得られた情報を整理するとだな、信子はバー吉江で働いていた。そのバーは店じまいした。そしてバーのママさんだった吉江という女は新しい店を始めるために金を必要としているらしい。そうだな。ということはこういう推理が成り立つな。それは熊さん、人の話の腰を折らないでくれ。熊さん出てくるの早すぎるよ。さっき出てきたとこだ。信子が吉江のために金を作ろうと絵を持ち出したのかもしれない。吉江？そうかな。凌介はどうなったの？とにかく俺は吉江に会う必要を感じていた。しかし店はもうなくなっていて、おまけに吉江はどこにいるのだかわからない。今にして思えば吉江に会うのがこの事件の最大の難関だったのかもな。やめてー。いやもう今日もだいぶ純子を酔わすのも大変だったよ。コマンドが動画は編集してるけどさ。マッチを調べるのか、もう一回違うのか。バーといえば歌舞伎町、新宿じゃないのかな。新宿で聞き込みすればいいんじゃないかな。何か見せる。マッチ。あたりの人。よし、何なの？あ、違うのか。わからん。タバコ吸うか。あ、火がつかないの？マッチで火をつけた。ふう。ねえ、兄さん、ちょっくら火を貸してくんない？あ、いいですよ。ありがとう。あれ？このマッチ。ああ、吉江のマッチだろ？ここのママさんさ、一度見たら忘れられない顔してんだよね。ああ、このおいちゃん知ってるんだ。店のこと。おとといの夜で店じまいだったんだ。事件の夜？ママさんは新しい店を始める準備をするって言ってたよ。ホステスをスカウトするんだってさ。歌舞伎町をうろついているんだろうな。ヨッシーはこの歌舞伎町にいるかもしれない。下カミカミ。使いよいかな。さてどうやって探そうか。え、おいちゃん知らない。あ、おいちゃんもうどっか行ったのか。あたりの人にマッチ見せるしかないのかな。違うな、タバコ吸うしかないな。これの繰り返しですね、神宮寺。信子の行動がわかるかも。え？いや、そうなんだけどさ、周り見る。吉江さんいないな。なんだそれ。ないな。偶然に期待するなんて甘いのかな。これ諸葛亮孔明か。参考の例。お、いた。嘘。孔明だ。え、いたの吉江さん。早いな。おお、あ、この人会ったことあるじゃん。あら、じんちゃん。じんちゃんならいいのよ。おっと、顔見知りだったか。ヨッシーさん、もうじんちゃんたら釣れないんだから、ヨシエよ、ヨシエ。この人ヨシエって言ってたっけ。脇役と思ってメモもしてなかったぞ。店のこと。一昨日の夜で店を閉めちゃったのよ。じんちゃん来てくれなかったわね。そうなんですよね。信子のこと。信子？細川信子ね。
知らないこともないけど、私ね、自分が話したいときは喋りまくるけど、人が聞きたがってるとなると別なの。わかるでしょ？早い話、いくら払う？現代で一番貴重なもの、それは情報よ。100円、1000円、3000円、5000円。どぎついなもう1000円ぐらいでどうですか？じんちゃんもいろいろ大変だろうけど、まだ喋る気にならないわね。じゃあ3000円でどうですか？じんちゃん、気前のいいところ見せなさいよ。参ったな。脅すってあるよ。どうしよう。 C でまだ出せそうね。やめる、お願いする、脅す、5000円。うわどうしよう。5000円払う。いかん、あと3005円しかない。3000円払う、5円払うか。やけくそ、5円。何をバカにしないで。あら、変な5円玉、穴が開いてないわね。そうだわ、私の知り合いでホテルを経営している男が5円玉を集めているのよ。何千円かで売れますか。兄ちゃんもうお金ないみたいね。これで勘弁してあげるわ。ひどいな、よしえ。信子さんのこと。私と彼女は昔のホステス仲間だったのよ。それは知ってる。まあ、そんなに仲が良かったわけでもないけどね。それが最近よく私の店に来るようになったのよ。ご主人が留守の時にはほとんど必ず来てたわね。そんなに頻繁に？悩み事の相談に来ていたわけよ。あ、これ信子のご主人には内緒よ。夫の留守に妻が夜遊びなんてことが知れたら大変よね。信子のご主人って怖い人らしいし。その悩みっていうのは何なんですか？これもご主人のことなのよ。信子のご主人ってほとんど家にいないんですって。妻としては不安よね。そうそう、おとといの夜も店に来てくれたわよ。夜の11時から朝方まで。おお、裏が取れましたね。家を出た時間が純子の証言通りならアリバイ成立。え？そういうこと？じゃあ絵を盗んだのは純子じゃ、あ、信子じゃないっていうことを言ってるのか？そもそも吉江に会うことになったのは信子が吉江のために絵を持ち出したのかもしれないという疑いがあったからだ。じいちゃん何をブツブツ言ってるの？私もう行ってもいいの？もういいですよ、はい。俺の中には天の邪鬼が住んでいるのか。まだ聞きたいことがあるのだ。俺はズバリ聞いてみた。新しい店を出すための資金を信子に出してもらったのではないのか。あら、知ってたの？でもね、20万円なのよ。200万とか2000万ではないのか。そう、20万円。金持ちの信子のことだからいくら出してくれるのかと思ったら20万円ポッキリよ。店を出すのには何千万もかかるのにさ。せっかくだからもらっておいたけどね。お金をもらったのも一昨日の夜だったわね。20万円、なん
のかよくわからない中途半端な価格だね。そうだね。絵の売却とは関係、売却目的ではないのかな。夜中だしね。まあ、吉江さんの証言で一番重要なのは、信子が夜中に出かけるのは、その夜に限ったことではないということだな。それを夫に知られないために嘘をつくしかなかったわけか。信子からすると普段の行動だっただけなのかもね。信子の嘘は事件とは関係ないとすれば、ブザーも本当は鳴っていたという証言も得られたし、犯人はエイジで決まりか。まだそではないでしょう。そうか、それはこういうことだな。スクーターは純子のものだし、彼女にはアリバイもない。わざとブザーを鳴らしたってことも考えられる。さあ早く続きを聞かせてくれ。お手並み拝見といこうか。もうどうしていいかわからんね。ということで今回はここで区切りたいと思います。これエイジと純子に直接聞くしかないかもね。疲れました。はい、じゃあ一休みしようか。よし、次に話してもらうときはすまないが、少し前から話してもらいたいんだ。最近どうも忘れっぽくてな。吉江さんの証言を得ていよいよ大詰めというあたりから頼みたいんだ。あ、そうそう、この数字を忘れんでくれ。この数字は0410。それではまた、さよなら。